フェイスパンチブーレイ7月ありませんね。いきます。はい。ああすいません、すいません。パサ。さあいきましょうか。本日誕生日の兄弟たちのために、よし。はい、それではいただきます。パクッ。うん、おいしいね。それではガチャ。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとう。はい、皆さんどうもマグニでございます。今日もやっていきましょうね。昨日は何したっけな。マルチですね。そうです、しばらくマルチをお届けしてるっていうことでね、今日もですね、素材が結構余っちゃったもんで、それをですねちょっとお届けしようかと思っております。まあワイ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 やってるだけの動画なんで、何かを作るってわけではないんだけど、ちょっとグダグダというか、ゆるゆるというか、まあ、ゆったり実況的なね、感じで今日のマルチをご覧いただければと思います。ね。あ、今日は火曜日ですね。連休っていうこともあって、結構みんな収録に付き合ってくれたんだよね。だから、だと思います。はい。まあ、こんなイレギュラーもあるということでね。これからもどうぞよろしく。はい、じゃあ、コメに行きますけれども、まず一つ目がこちらです。祈願場所が3つほどあるように、誕生日祝いの場所もいくつかの拠点で配置してみてはいかがでしょうか。さっきの分途中でしょ、それはいいか。はい。思っております。祈願場所ね、確かにいくつもあるんですが、誕生日祝いの場所っていうのはね、ここだけなんだね。だから、違う場所に作ってもいいんじゃないかということなんですが、おっしゃる通りです。まあ、作るとしたら間違いなくサバ村でしょうね。サバ村もしくは、まあ、サンマタウンにも作ってもいいかもしれないですね。あそこも祈願もできるのでね。はい。ナイスアイディアです。ありがとうございます。エリトラに関してちょっとアンケート取ったら、全員揃った時の方がいいみたいなことだったので、まあ、揃った時にやろうかなというふうに思います。また、マルチのメンバーに提案させていただきますね。エリトラはやっぱりあるといいもんね。いろいろと楽だからね。はい、そのままの流れでちょっと収録がいきますよ。はい、やらせていただきました。ですね、結構まあリクエストの多かったというかですね、まあまあいろんなところでリクエストいただいてて、全てに答えきれてはいないんだけれども、一応一つ気になっていたところがあったので、そちらにねちょっと着手させていただいております。またサバ村の方でみんなで建築しようみたいなお話になったっていうことをね、お伝えしたと思うんですけれども、おいでその時にですね、あるものを作ろうという話になっていて、で、それにちょっと役立ちそうなものですね、今回。ある場所で作ってありますんで、ちょっとそちらを見に行きましょうか。ちょっとこれだけ持たせてね。サンマタウンでございます。こちらでちょっとあることを行っておりました。てか、ここの辺もちょっと綺麗にしたいね。うん、綺麗にしたい。あっち、エリトラがないから行くことないんだけどね。はい、ね、こちらの方にはですね、明石のツリーファームございますね。素晴らしいですね。明石のツリーファームができたことによって、いろいろとこうやりたい建築に着手できるようになったっていう部分もあったりとかね、まあ言い訳ですがね。はい、こちらになります。ご覧ください。はい、このようにですね、ちょっと広場的なものをね作らさせていただいております。はい、こういう感じの、まだ途中ですよ、もちろん途中なんですけれども、はい、こんな感じでね、模様入りの砂岩とこの明石の原木をですね、モチーフに、やはりこのサンマタウンに合ったデザインでですね、ちょっと港というか、なんて言うんですかね、こういうこう、要するにこう、船着き場じゃないんけど、まあ船着き場でいいのかな、船着き場的なものをね、作りました。はい。まあでもこれを作るにあたってですね、地面の方がスカスカだったので、ちょっと砂でかなり埋めたのは埋めたんですよ。自分のこのインベントリありますよね、これが 2回ぐらい満タンになるぐらい砂持ってきて、全部使い切って埋めました。埋め立てました。はい。いろんなところを埋め立てさせていただきました。ここなんかっていうのもスカスカだったんですけど、全部砂で埋めたし、で、こっち側もある程度ちょっとだけ埋めたのかな、あの辺とかね。ほいで、この、船着き場のですね、こちら側の部分。こっち。こっちの部分も、なんか、ある程度こう、あっちのこの砂の感じありますよね。あれを目指してですね、こう自然な感じでこう積み上げてます。本当は断崖絶壁です。断崖絶壁っていうのもおかしいけど、そういう村だったじゃないですか、サンマタウンっていうのは。あ、こっちを見ていただけばわかるか。なぜ水中歩行のエンチャブーツを履いてないのだ、俺は。はい。こんな感じだったんですね。もともとほら。こういうなんか村の作りが珍しくて、このサンマタウンにちょっと、頑張って家を作ろうかみたいな話になってたんですね、確かね。はい。そういうことだったと思うんですけどね。まあそんな感じで、スカスカだったのを全部砂で埋めて、はい。このように全部砂で埋めるのはもうしんどいなってことで、ちょっと柱を立てる形で、船のこう停留所というか、ここにだから事務所であったりとか、
船から荷物をこう運搬してくる人たちの荷物置き場であったり、こういろいろちょっと作っていこうかとか思っております。なんかクレーンとかもなんかどうやらうまくすると作れるらしいんでね、まあその辺でこの辺でちょっと作って、まあ練習がてらね、練習がてらというかもう完璧にちょっとね身につけたいこう技術の一つでもございますんでね、そういう風なものをここに作っていこうということで、どうしようかなと思っててね、もうちょっと広めた方がいいかななんて思ってるんだけども、広めようとなるとまた埋め立てが大変なので、その辺はちょっと尻込みしてる感じです。何を使ってどうこうそのいろんなものを作っていこうかっていうところに今は悩んでおりまして、事務所的なものをここに作るかな、事務所作ってなんかここは釣りできるような場所にして、要するに結構昔ね漁港みたいなのにしようかって言ってたじゃないですか、今からちょっと祈願やろうと思ってるあちらの場所ね、ちょっとここもちょっと道にしないとね、行き来できるようにね、はい、この場所ね、ここはもうプライベートビーチでいろんな人がね遊びに来てくれるようなビーチという設定で作らせていただきましたけれども、あここも砂埋めないとね、自然にね、はい、でそれに対してあちらではこう漁業が行われてるって、あいつもう戻れなくなってんじゃない？入りなさい。あ乗った乗ったと、これが収録会でございます。サバ村で何を作るのか、楽しみにしておいてね。このようにサンマターンもどんどん進化させていこうと思っておりますんで、交互期待です。マルチの素材がなくなったらまた、この辺のね、進捗具合とかまた動画でお届けしたいと思ってますんで。つうわけでですね、皆さん、マルチの方にぜひ、マルチの方をぜひ楽しんできてください。じゃあね、いってらっしゃーい。意外とダメージ食らえへんねや。うん、全然大丈夫。そうなんや。顔じゃないからね。顔じゃないからね。そうかそうか。顔じゃない、男は心よ。ほら。これちょうど旅館で、本館の方で休めるんじゃない？あら、そこ。本館。客室でね。本館さん。おう。いや、警官ポリスメン思い出した。ベッド3つしかなかったっけ、それ。いや、俺、ソロの部屋行ってきます。あら。あ、ここ2つあるわ。多分全部で3つしか置いてなかったと思うんでね。もう俺寝ました。警官ポリスメンが、あかん。あかんわ。寝たらチャットが見えるやん。これで警官ポリスメンっていう字面がもうどうしても面白くて。あ、失敗した。おお。よし。全員寝られるようにしとくか、だって。ってことはあと2つかな、うんうん、1人部屋と2人部屋があるんですよね、確かね、団体と、うん、団体客と個人客。ということは旅館作ったら次は船だね。あーやばいね、船作って中で館船ね、でそこでお酒飲んだらいいのね。館船もいいね、うん、いいですね、酒盛りしましょう。いいねって言っても結局全部やるのホイールさんですけど、うん、モルナーゲいいねって言っても、おう。いや、じゃあ俺は建築してるとこ見たいな。昨日俺かけるしが回路組んでんの見て楽しかったし、夜中が多いんですよね、やっぱやるとしたら。そうやね、まあまあタイミングが合えばでいいか。ほらみんなで作ればよくない？そうしよう。そうしよう。俺言われてんねん、兄弟からみんなで建築せえって。館船、そう、館船します。だからホイールさんが設計図作ってくれたら試作して何もやってくれて、それを見ながらみんなで、そうそうそう、材料集めてぶちゃっても別にいいけど、まあね、確かにね、それも個性ですね。じゃあみんなで、そう、喧嘩しながら作りますか。そうしますか。そうしよう、うん、まあじゃあやりましょうよ。ブレイズトラップも終わったので、大方の大きさだけ決めと簡単かんよね、うん、場所と、そういうくっちゃべりからまた今度収録しようよ、うん、でもう場所決めも、うん、場所決めもから何から一からやりましょうよ、今度の収録。海に浮かべる海に浮かべる、この辺でしょうね。じゃあ俺選手、俺が作るみたいなです。選手先生言うと思った。なんかいろんなもん作りたなってきたね、作ってやってきたねって言われるのあれか、うん、全部ホイールさんだけど俺も作るみんなでぐちゃぐちゃ館船やろう。もう決めた。じゃああっちの海に大型客船、船ばっかし、そうしようとなったら今度飛行機になってくる、エアホースワンとかもうだって戦車はあるもんね、地下にすごいで、空飛んでる飛行機、地下に戦車はあるし、じゃあでもなかなかいいんちゃう、空に飛行機飛んでたら止まったままってことは空港作らないとね、うんそれもホイールさんで、また白目やホイールさん仕事量多すぎるやさすがに怒るで、さすがに怒ってるで、
威嚇体制取って威嚇体制。でも、嬉しいんやと思うよ。ほら、イカスミ投げられたよ。ラッキー、鮮魚に使える。てめえなんか真っ黒にしてやるっていう。こっちも欲しいな。あ、一緒に登っていってる感じに見えた。チャンス、チャンス、チャンス。マサトさん、やれるよ。ガチ死んだ、ガチで。あ、行っちゃった。ガチで行った、ガチで。いやー、ダメよ。ここどこや。マグタウンや。うぜやん。だってベッド壊したもん。アイテム持って。あそこ当たるの。アイテム持ってあげて。よし、じゃあ。とりあえず全部回収はできた。じゃあ、私はどこ？私はどこ？ここはどこ？私はどこ？私は誰？それ収録できてる？今のできてるよ。うん。オッケー。オッケー。あ、増えてってる、増えてってる。イエーイ。あいつ水の中で湧くの？どういう湧いてんの？わかりません。ここか。いつもこの、ここやね。軒下に。おるよね。多分ここやね。一マスで湧くもんね、あいつ。トゥルハシとスコップと斧か、大丈夫。あと、靴か。あ、全部あります。倒した蜘蛛のやつが入ってるけど。あ、一番大事な、イカスミあるかな。そっちが大事な。あ、もう一匹おった。発見。お前、カケルシーが先生に射抜かれてるのを見たけど。でも、マサトさんに射抜かれた方が多いです。おぉ、あかん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 、あかんパターンや。死んだらあかんよ。あ、そうやけど、なんでマグタウン飛んだよ。すげえノックバック。ノックバック。旅館で寝たはずやのになんでマグタウンに飛んだの？多分あれ、半ブロックで周り囲われてるんで。ああ、それでか。位置づけがされてないんです。ただいま。あ、早いね。もう着いたんや。お、うん。早っ。あ、イカスミあった。よかった。そうなんだ。垂れてる？垂れてる？ついて。これで、土がこうで。何持ってたかわからへん。あ、土がないか。ほら、いいか。これ、そんなの代わりにこれだろ。これとか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 。いらんもんが増えていくんやけど。おいでさん、どこ行ったんやろ？ベッド増やしに行ったんかな？イカスミ狩りやった。生？そうか、でもイカスミって、いるよね。イカトラップ作りますね、作ろうよ。前はマグ、溶岩でね、湧いたのにね。わけわからなく、なぜか溶岩で。うん、それでトラップ作ってたのに。マグに、あ、じゃあこれイカや。どんな間違いや。水中は強いじゃん。何も見えない。オイルさん、この辺におんのかな思ったけど。あれじゃない、あれやろ。いる。水色のイカがいる。水色の人おる。これ、あ、イカや。あ、ほんまや。イカってどの範囲で湧いたっけ？ 40 から60いくつの間だったっけ？そんなんやったんじゃん。たぶん、ここに地下があるから。あ、ああ、これ動物や。ん？行っちゃった、オイルさん。あ、違う洞窟だ。すごいけど。終わりじゃない。いや、なんか砂のせいで来る。あ、後ろ来てる。あ、やばい。うん、動き回るな。もう一匹そこにいたゾンビ。え、おい、はい、はい。あ、後ろ来てる、後ろ来てる。マグニさん、後ろ。サンキュー、サンキュー。なぜか動物探検が始まっております。おお、やべ、装備揃えてないのに。よし。あ、やばいやばい、どっかで。どっかで。誰って、これ多分今、オイルさんじゃない？やられてはないみたいやけど。マサトさん、全然ちゃうと思うね。おっと、うん、違うとこ。入り口付近やから、まだ。入り口の反対側。まだ誰も行ってないところ。あー、来た。うまっ。おっす。後ろいる？見えねえ。頼もしすぎる。
やべえ、集団だと、あれ、攻略が早い。ほんまに。わあ、命がけだから。V6 の？それ命。元気ですか？それ命。え、倒しました。ああ、落ちた。まずい。え、燃えてんの今。マグマ？ちゃう。下に落ちてもうた。戻った。戻ってきた。あ、ここって。え？あの渓谷じゃん。ホイールさんとかといったとこ。はい。ってことはもう、ある程度取り尽くしてるのね、この辺りは。はい。よく覚えてるんだね。ああ、夜の音してるわ。夜の音。うん。最初入ったところに来てるわけ。うん、全然違うとこ。全然違うとこかい。じゃあ私上に戻ろう。久しぶりやん。この辺りは？あ、そうか。ここが船着き場やな。ちょっとトイレ行ってきます。どうぞ。トイレ。スケさんいるし。ウィルさん、あれ何？これ。痛い。うん。お前。一応今までずっと収録してます。で、これで音声が取れてへんかったら大笑いで。ほんまや。怖いことやんとってもう心臓破裂するわ、それ聞いただけで。大丈夫、取れてる取れてる。じゃああれっすね。次は、屋形船ですね。屋形船でいいっすか？いいですよ。よし。一人海で旅立っていった。そしてもう一人。あれ、ホイールさんの姿が消えている。あ、出てきた。あ、乗ってなかったね。船でどっか行ってみたいね。遠出してみたいね。遠出もいいですね。あれ行きたいよね。村人が変なんなったやつ。魔法使いみたいな、なんか。魔法使いじゃないよな。森の館？そう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 、それ。あー、森のダンジョンね。染まってる。ハングアウトでいいっすね、これからね。多分大丈夫。来週またなあかんかったですね。かけし今度 Google アカウント凍結させられる。Google 凍結させられたら YouTube それこそ上げられるんだろうし。おかえり、おう、おかえりなさー。いかがでしたか？ゆるゆるだったでしょう。この今の僕はそう、どんな動画になってるかちょっと分かってないんであれだけど。なんとなく素材は知ってるので、ゆるゆるでしょ？今日はそんな感じでどうぞよろしく。それでは画像紹介いきましょう。まず一つ目なんですけれども、こちらでーす。ドン。コメミってことで、iPhone7 かな？7なのかな？ん？ 6 なのかな？なんて言ったかな？ iPhone をモチーフに作ってくださって、しかもすごいのがですね、ちょっとご覧くださいね。マグロって書いてます。すごいね。上に私がここに乗っかかってる感じでございますね。どうもありがとうございます。マイクラウドマグチームということで、ホイールさんの顔が作りづらかったからクリーパーの顔の乗せちゃったみたいな。で、戦車に乗ってるみたいな。なかなかいいですよね。幅ね、なんかめちゃくちゃ強そうな私がなんかこう念能力で何か出してるようなね。あ、これあれか、ドラゴンボールのあのあれか、あれを出してる感じか。あれしか言ってませんでしたね、僕ね。はい、画像紹介、もう左上に出てるやつそのままです。はい、同じ方が送ってくださいました。これも今日使わせていただきましたけれども、お誕生日おめでとうということでね、書いてくださいました。こういうの書いてくれて嬉しいよね。ありがとうございます。はい、それではですね、夕方になるまで待って、ご祈願をしたいと思います。びっくりした、びっくりしたべ。さあ、やってまいりました。皆さん綺麗だね。よし、マグクラ兄弟がみんな幸せになりますように。いい感じだね。はい、というわけでですね、今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。やはりね、ロマンチックだね。すごくロマンチックです。はい、たまにはこっちでやんないとね。サマータウンでの仕事が増えると思いますので、ちょいちょいこちらでもやりたいと思います。やっぱりここにも花火打ち上げ機作んないといけないかもですな。はい、というわけでこの辺で失礼したいと思います。それではいやーレルって、これはレルムには良い。レルムってこれのことじゃないの？はい、使用期間が終了しました。言うてる前か。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。